私立須坂図書館は長野県須坂市須坂にある公立図書館。1926年に私立図書館として創立し、1981年に建設された独立館舎を利用している。ほのぼの川流北新流、新州須坂どこでも図書館など地域と連携した活動を展開し、プロの講師による優しい朗読講座を開講している。 1903年に、足沢吉定、青木人黒浦住民有志が図書を寄贈、委託、購入によって集め、同年5月に、ことぶき泉院住職であった足沢が代表者となって、同院内に須坂図書館を設置した。蔵書数は3487冊と当時の長野県の図書館では4番目に蔵書の多い図書館であった。 当時の変額は、現今の須坂図書館のカウンターに掲げられている。1905年9月24日には、図書館の事業として、国語、漢文、算術、倫理、実業、経済、法制などを無償で教授する野学を開講し始めた。この背景には、徴兵制度改正に伴って実施された学力検査で、 須坂町の青年の成績が芳しくなかったことと、1904年から須坂町へ伝統が利用できるようになったことがある。足沢は1918年に小布施町の原寺支持へ招かれたため須坂を離れ、須坂図書館の記録がなくなることから活動を停止したものとみられる。須坂町青年会は皇太子ご成婚記念として図書館を設置することを決議し、 1924年1月より、具体的な検討を始め、1926年3月28日、私立須坂図書館を設立した。須坂市の歴史書や市当局は、私立須坂図書館の始まりをこの時点としている。図書館は、約2000冊を保有し、須坂神城高等小学校内に設置され、青年会が運営した。須坂省への設置はあくまでも、暫定措置で、 将来的な町立遺館、独立館の設置も計画されていた。また、須坂町会は5年間、500円を毎年図書館に支出するという決議を行っている。当時の須坂町は、製紙業の再生期で、長野電鉄長野線の須坂、ゴンドーマの開通や私立須坂商業学校の開校など大規模事業が続いていた。現根の須坂市域では他にも、 1921年に、高はじめ村の高はじめ小学校同窓会が運営する高はじめ文庫が設置された。高はじめ文庫は、高はじめ小学校音楽室の一角に図書を廃止、自宅に持ち帰って本を読んでもらう形式を取った。1939年4月1日に、図書館は須坂町へ移管され、町立須坂図書館となるとともに、旧須坂町役場である、 上高い教育会館の一室へ移転した。9月1日に開館式を、挙行、9月5日19時から一般利用を開始した。貸し出しは役場職員と青年会員が合同で、図書部員として奉仕し、利用料は無料であった。当時は水曜日と土曜日に18時から22時まで、第1点3日曜日に9時から16時まで開館していた。 第二次世界大戦が終結した1945年度は83日、開館し、約3300人が閲覧に訪れた。図書館職員は、須坂町長が館長を、兼任二人の師匠は、国民学校、青年学校の校長がそれぞれ兼任していた。須坂町が長野県庁に提出した書類では、図書館を、廃線日本が、巨絶状態から立ち上がって、 道義を公用し、豊かな文化的教養を身につけて新日本の建設、文化日本を再建するために必要であると位置づけた。1946年度は、約1900円の図書館予算が付けられ、村岡花子、新日本の女性に送る、谷川鉄造、文化と教養など新時代の思想、文化を反映した図書が購入された。また須坂読書クラブが同年設立し、 町民有志が新刊所や領所の購入、回覧を目的として活動を開始した。1947年7月、町は上高い教育会に対して図書館の臨室の借用を要請し、閲覧室に充当した。同年9月1日からは、従来週2回19時から開館していた図書館が土曜日の午後と日曜日の日中も開館することになり、 1948年6月15日からは、1 0 0人職員を配置し、休館が月曜日のみとなり、開館時間は8時から16時と利便性が向上した。同年11月6日から8日にかけて、創立25周年、調律、遺憾10周年を記念して、金原正吾の講演会や前須坂、美術展覧会などの記念行事を開催した。 1950年4月、図書館法が制定されたことを受け、須坂町でも1951年2月27日に、調律須坂図書館条例を交付し、図書館法に基づく図書館へ移行した。同年6月に、日本中新聞類法を採用し、1952年6月より、開花式に移行した。現根の須坂市域には、 こうはじめ文庫を発展させて1931年に、こうはじめ村役場敷地内に、こうはじめの図書館も開設されている。こうはじめの図書館は、木造2階建て12坪で、一段高くした畳のコーナーがあり、座ってもあぐらをかいてもいいようにしていたのが、特徴であった。1949年には4つの文館を持つ、閲覧者数約1000人の図書館となった。 豊岡村では、公民館と書部が図書館活動を担い、1953年8月時点で528冊を所蔵していた。1954年4月1日、須坂町が市政施行し、須坂市が発足、私立須坂図書館に改称した。こうはじめのうそ図書館は、私立須坂図書館の管理下に入り、須坂図書館は、豊洲、日野、井上、 をはじめに本書を設けた。須坂市の青年団文化部は当時、生活科大学集会を開催しており、須坂図書館は1955年3月に、読書会運動を開始して、学習会に図書を提供することで、利用拡大を図った。さらに、母親文庫運動や、郷土市屋による、市団会の発足によって、図書館利用者は増加し、1957年9月に、 約200人出席した第一回読書会大会が、須坂市立小山小学校で開催された。なお、母親文庫が正式に組織化されたのは1958年12月に、婦人会の支部単位で配本を開始してからのことであり、1968年7月からは、小学校の PTA が加わり、800人を超える会員が加入した。 新州大学工学部1965年12月、須坂市役所新庁舎の完成に伴い、旧市役所分室を改築して、須坂図書館に充当した。利用者へのさらなる便利を図るため、1981年2月におよそ1億1700万円をかけて、新館を建設し、そこへ移転した。新館への移転後、読み聞かせや紙芝居の開催。 コンピュータ、配本車の導入などの取り組みを行っている。2014年10月3日、長野市の新州大学工学部図書館と連携協力協定を締結し、相互に図書の貸し借りができるようになったほか、工学部図書館を経由して、須坂図書館の利用者が新州大学付属図書館全体で保有する約125万冊の図書にアクセスできるようになった。 図書館は老朽化が進んでおり、建て替えの提案も市民から出ているが、須坂市当局は、耐震面で問題がないことや財政難を理由に、現行の建物を維持する方針である。2016年1月には緊急防災、減災事業債を活用して、約2000万円をかけて、トイレの改修工事を行い、これを機に避難所に指定された。 同年4月には読書室で昼食を取ることができる時間、ランチタイムを設定し飲食を希望する受験生や長時間利用者の便利を図った。2017年10月には読書週間を前に本が泣いていますと題した展示企画を実施した。この企画では利用者が蛍光ペンで線を引いた本やクーポンを切り取った雑誌などを展示し 大切にするよう呼びかけるものであった。須坂図書館は1981年に建設された館社を継続使用しており、市民から建て替えを求める声も上がっている。入り口には階段がある。階段の足元には爪草を紹介する貼り紙があり、そこでは図書館で所蔵する植物の本の紹介もなされており、岡本誠はこれぞレファレンスと評している。 コンピュータシステムには富士通のイルズウィン 21Web2 を採用している。新州大学工学部図書館と連携協定を結んでいることから、須坂図書館で新州大学付属図書館の本を借りることができ、工学部図書館に須坂図書館の本を返すこともできる。西立は旧須坂高等職業訓練校の校舎である。 須坂図書館の蔵書数は約19万冊と長野県の図書館では注意にある。市民からは小説が多いと評される。須坂図書館では須坂市在住、または須坂市出身の人物を須坂人と称して彼らの著書を集めた須坂人の本コーナーを設けている。また郷土市場の人物や須坂市ゆかりの人物にもスポットライトを当て、 関連資料の収集を行っている。さらに、須坂市に伝わる須坂小太や、神楽なども、須坂人の音として収集し、音楽ボランティアの協力で、喧嘩、信濃の国を楽しむという独自の CD も制作している。このほか紙芝居と、静止関係資料に特色がある。特に紙芝居は、児童向けから高齢者向けまで幅広く収集し、 市民が自作したものも含め1500点を所蔵する。また、紙芝居用の舞台や照明、標識の貸し出しも行っている。ブックルーは、須坂図書館の公式キャラクターである。お腹にポケットがあり、中にポンちゃんという別のキャラクターが入っている。キャラクターの名前は市民が命名した。2014年より、 親しみのある図書館を目指し、ブックルーを館内掲示や印刷物、職員のエプロンの柄に採用している。2015年には、子供用トイレの個室にブックルーを配置し、一人でできるかなと見守るようにした。2016年1月のトイレ改修工事完了を、契機として多目的トイレ前で、ブックルー川流として始まったもので、須坂図書館が、 須坂新聞社と合同で開催している企画である。毎回お題を設定して奇数月に締め切り、応募作品から5点を寸評とともに優秀賞として選出する。毎回100点ほどの応募があり、中にはクラス単位で取り組む学校もある。応募作品のうち入選したものは、須坂図書館で掲示されるほか、須坂新聞にも掲載される。2018年には読み、1、犬。 花、桜、国、世界、水、海の各お題が出され、各界の優秀賞の中から来館者の人気投票を行い、年間大賞、準大賞を選定した。2013年より実施しているもので、市内の店舗や公共施設、医療機関などの一角に設置者の本や須坂図書館の本を配下し、読書活動の推進と、 地域活性化を兼ねて行われる活動である。どこでも図書館の協力者はブックルーの描かれた看板を屋外に掲げ、一目でどこでも図書館の活動を行っていることがわかるようにしている。2017年時点で50以上の図書館が開設されている。どこでも図書館の設置者は、須坂図書館の除籍本の提供を受けることができ。 ブックリサイクル市では優先して参加することができる。どこでも図書館用の本にはブックルーのシールが貼られ、貸し出しを行うかどうかは設置者に委ねられている。どこでも図書館の活動は本に親しむ環境創出を掲げており、移動図書館の機能を代替する役割も持ち合わせる。お話の会は土曜日の11時からボランティアが子も向けに実施しているもので、 継続参加を促すためにお話、ポイントカードの発行を行っている。また七夕祭りやクリスマス会など季節に応じたイベントも行っている。朗読会は大人のためのと銘打っており、毎年春と秋に文学作品を語り聞かせる朗読会が開かれる。朗読会を開くだけでなく、朗読者の育成も行っており、日本朗読検定協会の認定を受けた講師による、 優しい朗読講座を開催している。ありがとうございます。